おはモーニング。お腹すいたんだけど、もう何か食べたいと思って冷蔵庫漁ったらさ、もう酒しか入ってないんだけど、はい、おせちケーキあるよ。おせちケーキねえ、おせちケーキあるよね。ケーキはご飯じゃないし、しかもそのおせちいつのだし、1月1日に食べたおせちケーキがまだちょっと余ってる。最悪、腹壊すよ。捨てられないんだよ。もういいよ、どっか食べに行こうよ。どこ行く？いや、もうその話30分ぐらいしてんだけど。いや、じゃあ何なんだよ。分かったよ、ルーレットで決めよう。えいやー、止まれ。ルーレット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 あるわしの方がいいじゃん。居酒屋って美味しいんだよ。いや、ねえねえ、1兆円じゃん。酒飲んでいいの？ちょっとダメっては言われてない。ダメだよ。やめとけ。じゃあどこ行くの？どこ行くかって決めてくれないから、今ルーレットで決めたんじゃん。ねえ、ねえ、酒。そうだにゃ。どこ行くよ。討論の結果、コメダコーヒーに決定しました。ホットミルクを飲みに行くことはたまにあったりなかったりするけれど、しっかりご飯を食べに行くのは初めて。喫茶店のナポリタンとか、ケーキはどこか文学的で居心地含めて好きなので、アルコールがないのは悩ましい点ではあるが、新規開拓してみよう。ソフトドリンクで乾杯。私はバナナミルクを頼みました。バナナのずっしりとした重さをミルクの中に感じることができるので、これだけでも結構小腹は満たせそう。妹はサマージュース、果物のつぶつぶとした食感を味わうことができるんだとか。そして頼んだご飯が一気にテーブルを支配しに来た。もはやテーブルに乗り切っていない。この時はまだコメダコーヒーが大食い向け喫茶店だということには1ミリも気づいていなかった。そしてピザは生地がかなりもっちりで美味しい。つまみメニューはあるのに、どうしてアルコールは置いてないんでしょうか。喫茶店で飲む瓶ビールは、まるで自分が村上春樹の小説の舞台に立っているのではないかと思わせてくれる。コメダさんにいつか酒飲み族の希望が届いてほしい。ピエンはサラミを見つけた途端、塩を振ってレモンスカッシュで流していた。どこでも市の3点盛りは再現できるんだね。妹が調子に乗って頼んだブーツ型のクリームソーダ。時間との戦いが過ぎる。ソフトクリームの溶けるスピードが凄まじいので、ネーネも参戦。青春色のソーダとドロドロのソフトクリームが混じり合った瞬間、昼ドラが生まれそう。私のメインのお昼ご飯はもちろんナポリタン。トーストに加え、サラダのボリュームがすごい。ドレッシングも2種類ついてきた。結構麺自体太めで、全体にまんべんなくケチャップが絡まっている様子。ズルポズルポ、おいしい。ケチャップは甘さと酸味がメイン。味付けもしっかりしていて、何よりやっぱり麺が太い。うどんを食べているような気持ちがある。パンチのようにニンニクマシマシスーパージャンクナポではないので、老若男女楽しめる味付けになっていますね。私もここではニンニク欲は抑えて、粉チーズで代用していくよ。そして味噌カツパン、うん？サイズ間違えてない？メニューにあったサイズの大きさと全く違う。こんな大きいのと驚きを隠しきれませんでした。よくいろんな人がね、米だめし食べているストーリーとかを上げていたから、スタバのミールくらいの認識でいたんだけど、人類みんな胃袋バグってる？とはいえ、味噌カツは大好物。カツ自体に厚みがある。衣のサクサク感、そして甘めの味噌カツの重さを中和するのが、間に挟まれているからしマヨネーズ。このボリュームであの量、本当に一人用なの？さすがにお得すぎませんか？調べてみたら、量が多いのには理由があって、いろんなシチュエーションに応えられるように量を多くしてるんだって。一人かもしれないし、子供がいるかもしれないし、家族で来ているかもしれないし、みんなが幸せになれるサイズ設計。一家で来てよかった。ちょっと執筆疲れちゃったので、雑談トークでも挟もうと思います。本当にこの女1兆円なん？これは、本当です。念のため病院行って、診察してもらってるんですよ。一応かでね、ちゃんと。で、なんて言われたん？診察室入ったら、いつからポンポンペインなのとか、昨日何食べたとか症状を聞かれましたね。実際何食べたの？焼肉とカルボナーラとマクドナルドと、診察日前日はさすがに鍋食べました。椎茸とか入ってたから大丈夫だと思いますって答えた。腹壊しても立ち向かうのすごいわ。ママに似てるね。ママそうだ。あ、そうだよ。それに先生もそれやばいって言わなかった？先生は復唱してましたね、なぜか。焼肉、カルボナーラ、マクドナルドって
そう、英語の先生みたいにリピートアフトミーってしてくれて、もうただそれだけ。え、胃カメラとかされるの？ケツの穴を開かれるって友達が言ってて、ちょっと不安になったんだけど、実際そんなことはなかった。それ盲腸の例らしいね。あ、でもお腹見せた時にこれはすごいですねって言われて、私あまりにもビールっぱらすぎて驚かれちゃったんかなと思って、まあ、気まずさから、脂肪ですか、日頃ちょっといろいろ食べてるんでって自分から突っ込んだら、お腹腹太鼓みたいなポンポコ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 って民族みたいに叩かれて、これは空気で張ってるから脂肪ではないよって、安心してくださいって言われました。やれたんで、本当に姉のお腹ガス爆弾抱えてるってこと？まあ表現の仕方によってはそうだよね。姉のお腹もっけみたいな音鳴るもんな。そうそうそう、でも緊張しやすい人とかは食いしばって日頃から空気を飲みやすいらしいんですよ。だから腹がもっけになりやすい説。食いしばらないようにってマウスピース作ったのやめたの？あれはつけるたびに洗ってティッシュにおばあちゃんのお金数字くれるみたいに包んで置いといたんだけど、毎回あゴミだと思ってゴミ箱に捨てちゃって、でそのたびにゴミを漁って回収してって繰り返してたんだけど、だねーな。ついにミスって洗濯しちゃったんですよ。そしたらミットみたいにマウスピースキョンって縮んじゃって、つけるたびに激痛みたいな。本当にゴミになったっていうことか。そう、だからもうつけてないんですよ。ねえね、薬局で薬もらうの忘れたまま家帰って後日一緒に連れて行かされたんだけど、うん、おっちょこちょい、黙れ小僧。まあ待ち時間あったからね、あのゴンちゃんにミルクティーを買ったってだけど話。まず待ち時間の間にゴンチャ行くのおかしいし、皆さんゴンチャって知ってますか？めっちゃあのタピオカミルクティーが美味しいお店で、私はタピオカを絶対抜くっていう注文してます。診察記入表みたいなのあって、うん、よく飲むもの欄みたいなのがあってさ、そこにミルクとアルコールをチェックして薬剤師さんに渡したら、そのメモを見てしばらく控えた方がいいかもしれないですねって言われて、ねえねえ手に持ったゴンちゃん後ろにさ隠したよ。いやだってミルクダメって言われた瞬間にミルク飲んでたらヤバい女って思われるかもしれないじゃん。しかもトールサイズだよこれ。飲んでもでも元気だったから、まあ、結果良ければ全てよしってことで。よくないんだよ、駒込ピペットって響き。可愛いよね。は？最後に食べた白ノワールが可愛い顔してとんでもないラスボスでした。ハーフサイズが適正サイズになるということを脳内に刻んでおく。途中でいとこが塩をかければ塩ノワールになって食べやすくなるのではとひらめいて試してみたら、雪塩チンスコーンみたいな感じで結構食べやすくなったので、気が向いたらぜひ。ね、イナヤシャの件さ、シャッキが飛び降りた瞬間折れてね。え、これだよ。あなたは犯人ですか？イニヤシャの座を奪おうとしたんですか、シャッキさん？あんたですか？っていうか、何それ？早くコイキングじゃそうだよ。なんでこんなずっとかぶってんの？寒いんだもん。寒い？ドンキでいとこに買ってもらった。あったかいよこれ。糖分で頭がハッピーになってしまったので、この米田コーヒーがいかに美味しかったかを誰が一番全身で表現できているか競っているところです。コメント欄で誰から一番美味しさが伝わったか教えてくれると嬉しい。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。こんな最後のよくわからないくだらない茶番まで見ていただけて本当に感謝です。私が動画内でこんなに体を張って動いている、全身を使って表現しているのはめちゃくちゃ久しぶりというかレアなケースかもしれませんね。いつかみんなで体力テストとかをしてみたいなと思ってるんだけど、骨折とかしちゃいそうで怖いなと思って悩んでます。ほんじゃバイバイ。